人工知能はどんどん進化していて、すでに私たちの日常生活の一部となっています。じゃあなんで AI を使ってお金を稼いでみないですか？例えばネット上に一部の人は AI と Canva を使ってこのようなクイズ動画を出すだけで簡単に毎日数万円を稼いでいます。しかもびっくりするのはこのような動画簡単に作れるにもかかわらず、それを作る人はまだ全然少ないです。なので今回動画では Excel クイズ動画の作り方、どのようにお金を稼ぐか、さらにそれを簡単に量産する方法について紹介していきます。そうするとあなたもスマホかパソコン1台だけで毎日たった10分使って簡単に AI 副業でお金を稼げます。興味がある方は絶対皆さんね。OK、Let's go! ステップ1、素早く TikTok と YouTube ショートから広告収益を稼ぐ。OK、まずこれを紹介する前に皆さん一番疑問を持っているのが、これは本当にお金を稼げるか、またはどれくらい稼げるか、いつから稼げるかと思っているかもしれません。ではまずいくつかデータから見ていきましょう。例えばこれは僕が偶然に見つけた最初のアカウントです。気になる方は TikTok で名前を検索すると出てきます。そしてこのアカウントが投稿して動画の種類は雑学クイズ動画です。今僕はこの動画をミュートしましたが、もし皆さんこれを聞いてみれば、実際にこれがただ AI が生成したナレーションを使って内容を読み上げてるだけの新聞動画であることがわかります。そして僕は初めてこれを見つけた時、すぐ興味が湧きました。なぜならこのようなシンプルの動画を出すだけで数万、数十万、数百万の再生数を簡単に取れます。ここでこのアカウントは何年前からにあるやつじゃないのと思う方がいるかもしれません。実際にアカウントの一番下までスクロールして一番古い投稿を探してみると驚いたことにこのアカウントを開設してから1年もまだ経ってないことが判明しました。正確に言うと11ヶ月です。そしてこの動画は92000回再生されました。しかしさらにすごいのは2番目の動画を開いたところでこの同じ日にアップされた動画はなんと300万回以上再生されました。そしてこの時僕分かったのはこれは偶然にすごい稼ぐチャンスに遭遇したかもしれません。考えてみてください。新しい TikTok アカウントを作成して2番目の動画から300万の再生数を取れるということはこれらの動画に大きな需要があることを意味します。そして僕はこのアカウントを立ち上げてから最初の週にアップされた他の動画を調べてみたらなんと最初の1週間取れた再生数は2200万回を超えています。皆さん知っていると思いますか？再生数が多ければ日頃多くの広告収益を稼げます。昨年の8月から TikTok は新しい収益化プログラムをスタートしたおかげで1本以上の動画に対してクリエイターに高額の広告料金が支払われます。平均すると1000再生数あたり約20円から80円が支払われます。この新しい広告プログラムによってユーザーが TikTok から得られる金額は大幅に増加しました。そしてこのアカウントがアップされた動画の長さは少なくとも1分であることを確認しました。これは収益化の対象になっているので問題がありません。そしてここで計算してみましょう。さっきの再生数を1000で割って加減の20円をかけると最初の週だけで稼いだ広告収益が44万円を超えました。これは1日あたり平均6万以上稼いでいることを意味します。そして TikTok の収益化条件は再生数以外少なくとも1万のフォロワーを獲得する必要があります。このアカウントは最初の1週間からバズったことによって再生数とフォロワー数が一瞬で収益化条件をクリアしました。これも問題がありません。しかし僕は一つ疑問があって、これはこのアカウントはたまたまバズったんじゃない、他の人がやったら再生数が伸びないんじゃない。そのため僕はさらに TikTok と YouTube を両方調べてみました。結果的に例えばこちらのチャンネルはさっきのチャンネルとほぼ同じ時期に投稿し始めて最初にバズった動画がすでに1500万回を超えています。またこちらのチャンネルは他のチャンネルより2ヶ月遅れましたが、それでも最初に投稿してバズった動画が700万回を超えています。さらに YouTube ショートで調べるときに驚いたことは、このチャンネルでやる場合に言語と関係なく日本語でやっても同じに簡単に収益化条件をクリアできます。例えばこちらのチャンネルは5ヶ月前から投稿し始めてチャンネルの総再生数はすでに6000万回を超え登録者も25万人に達しました。実際にこのチャンネル収益化できたのはおそらくもっと早い時期だと思います。例えばこちらはこのチャンネルの4月のデータです。この時期すでに再生数が1600万回に達していて登録者も3万人が増えました。 YouTube ショートの収益化条件は登録者500人と3ヶ月以内300万再生数なのでこのデータから推測すれば、おそらく1ヶ月だけで収益ができたと考えられます。実際にこのチャンネルはもうすでに収益ができています。さらにこちらのチャンネルを見てください。このチャンネルも雑学クイズ動画をやっています。開設してからわずか2ヶ月しか経ってないのに、すでに登録者10万人を超えています。実際のデータを調べてみたら、わずか2週間だけで登録者3万人近く増えていて、再生数も500万回を超えています。当然の結果、このチャンネルもすでに広告収益を稼いでいます。つまりこのチャンネルの動画をやれば、誰でも1週間か2週間だけで簡単に収益化条件をクリアして、かつ高い広告収益を稼げるということです。しかも同じ動画を TikTok と YouTube の両方にアップして、どちらもお金を稼げます。OK、これを分かった上で実際に動画を作ってみましょう。ステップ2、ChatGPT を使って無料で雑学クイズ動画の台本を生成しましょう。このご時世に自分で時間をかけて台本を考えるより AI を使った方が圧倒的に効率がいいです。なのでChatGPT にアクセスして実際に AI に台本を生成してもらいましょう。もしアカウントがない方なら Gmail アカウントで無料で登録できます。そしてチャートに例えば地理をテーマにしたクイズ10問作成してを入力します。そうすると30秒以内に AI がそれを書いてくれます。この内容自体がすごくいいと思いますか？正直に言うとこれはただの初心者レベルです。実際にバズってる動画を見てみればほとんどの動画は選択肢3つ以内に絞られています。なのでこれを参考にしてAI に自分が思っている形にやってほしければ AI に出す指示に正確なプロンプトを含まれる必要があります。例えばこれは僕は考えたプロンプトです。これを入力すると選択肢を3つに絞られた上でさらにその答えも教えてくれます。そうするとこの動画のように3つ選択肢を出してから最後に答えもユーザーに教えます。またこれを使うときにもう一つメリットがあってクイズの内容と設問の数を自由に変えられるところです。ただ今のテーマは地理になっているので、もしこれを食べ物に変えれば、それに関連するクイズが出てきます。また10問だけじゃなく100問にすれば、AI が100問異なるクイズの内容を簡単に作ってくれます。そうするとネタに困ることがなく、どんな内容でも簡単にできます。そしてもし海外向けに英語でやりたい方がいれば、ただChatGPT に内容を英語に訳してもらうだけで簡単にできます。このプロンプトはテンプレートの中に入れるので、使いたい方は自由にコピーして使ってください。そしてここですでに気づいた方がいるかもしれませんが、この内容自体が不評になっているところです。これは後ほど動画を量産するための最大のポイントです。もし1本動画で10万再生数を取れれば、同じ質の動画を短期間で10本作れると、単純に稼げる金額は10倍になるということです。なのでこれをコピーして、一旦 Excel が Google Docs に保存しましょう。OK、これで台本ができたので、次のステップは一緒に動画を作ってみましょう。その前に僕から一つお知らせがあって、つい最近僕はメンバーシップを始めました。参加してくれた方に動画に関する難しいところやわかんないところを優先的にコメントを返させていただきます。興味がある方は概要欄リンクからそのままアクセスできます。ぜひよろしくお願いいたします。ステップ3、Canva でクイズ動画を作成します。OK、動画を作るため、まず Canva の検索欄からクイズ動画を検索してください。そうすると、ここから動画作成に使えるたくさんのテンプレートが出てきます。ちなみに Canva は収容量が強化されているため、ここで作った動画で収益を得ることが可能です。そして好きなテンプレートを1つ選ぶと、編集画面に入れます。ここでまずやってほしいのが、テンプレートのカスタマイズです。なぜなら、例えば質問の文字数が全て同じじゃないので、そのまま使ってしまうと枠からはみ出す可能性があります。なので最初からカスタマイズすれば、あとは効率的に動画を作れます。そしてタイトルの内容を変えて、タイトルと選択肢とフォントも変えます。どんなフォントを使うか、テンプレートに書いてあるので、ここからチェックできます。続いてタイムラインに質問と答えの2つクリップがあって、これを1つにする必要があります。これをやるため、まず2番目のクリップをクリックして、ここから正解の選択肢をコピーしてください。そしてこのクリップを削除して、1番目のクリップを選択してから上の配置をクリックします。ここでコピーした正解の選択肢を貼り付けてから、黄色の選択肢の上に配置します。そして上のアニメートをクリックしてから、動画のすべてのアニメーションを削除して、正解の選択肢だけにバルスをつけます。ついでにこれのフォントも変えます。次にクリップの尺を7秒までに伸ばして、テンプレートをクリックしてからタイミング表示を選択してください。ここで答えの尺を後ろから2秒の長さに設定します。これでテンプレートのカスタマイズが OK です。そして左のアプリから一括作成を検索してください。ここでデータを手動で入力を選択します。これができたら、事前に用意した台本から10個クイズをコピーして、表に貼り付けてから完了をクリックします。そうするとデータがCanvaに入ったので、テンプレートにある項目と接続すれば、台本が自動的に動画に反映されます。例えば質問なら、質問をクリックしてからデータの接続をクリックすると、ここの色が変わります。そして他のところも同じように、それぞれ対応したデータと接続します。最後に続行をクリックすると、このように上下異なるクイズのシーンが一瞬で作れました。また動画の尺をチェックしてみれば、1本超えているので、これは TikTok も収益化対象になっています。もし YouTube ショートに達したければ、2つシーンを減らすだけで1分以内になります。またこれだけだとちょっと単調なので、素材から風景やクイズに関連する動画を検索して、背景と入れ替わると、さらにいい感じになります。OK、これができた後、右上の共有から今の動画を個別ファイルとしてダウンロードして、ステップ4に進みましょう。ステップ4、CapCut の動画を完璧に仕上げます。ここまで来ると、あとは BGM、効果音、AI ナレーションつけるくらいです。ただしこれをそれぞれのサイトで探すと、結構時間効率が悪いので、こういう時 CapCut 使えば、一つ編集ソフトだけで全てを解決できます。やり方としては、まず今ダウンロードしたファイルをアップして、タイムラインに載せます。そして上のテキストをクリックして、2つからのテキストを生成して、それぞれの質問とアンサーに使います。次に1つ目のテキストは、質問内容をコピーして入力するか、手打ちするか、どちらも OK です。そして内容を入力した後、テキストの透明度を0に変更してから、上のテキスト読み上げを選択してください。そうすると、ここから好みの AI ボイスを追加すれば、自動的にタイムラインに反映されます。そしてアンサーも同じようなやり方で、内容を入力してから、透明度を0にして AI ボイスを追加します。これで前後の尺を決めました。そしてこれを基準にして上のステーカーから感度タのステーカーや整形がわかる丸のステーカーを追加します。次にオーディオからサウンドエフェクトと BGM を追加します。BGM はそのまま最後まで伸ばして OK ですが、効果音だけクイズと同じ数を入れてください。そう言っても動画の各種は全て同じ尺なので、簡単なコピペをやるだけで同じところに反映されます。そしてもしこの動画と同じようにトランジションを追加したければ、上のトランジションから好きなものを選択してクイズとクイズの間に入れると OK です。そうするとこのような動画ができました。寿司の主な材料は、答えは A、ご飯。ピザの起源は、答えは B、イタリア。ステップ5、動画を量産します。OK、このように一旦形ができたら、あと量産はすごく楽になります。例えばもし別の動画を作りたければ、このページに戻って今のデータをクリアしてから、Excel にある別のデータをコピーして貼り付けます。そして作成をクリックすると、また別の新しいクイズ動画を一瞬で作成できます。もし背景を変えたければ、素材からショートムービーを探して、今の背景と入れ替えてから、このファイルをダウンロードします。そして CapCut で作ったプロジェクトを消さなければ繰り返して使えるので、新しい動画を作るときにテキストの内容と AI ボイスを入れ替えるだけで簡単に作れます。そうするとこのやり方を繰り返してやっていけば短期間で動画を量産できます。その後できた動画を TikTok と YouTube ショートにアップして収益条件をクリアすると広告収益を稼げます。こんな感じでこれは一連の流れになります。このやり方を開始が早ければ早いほど収益化に早く近づけるので、興味がある方はぜひチャレンジしてみてください。最後にもし今回内容がいいねと思ったら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。では、See you next time!